ちらは風船割りロボットという競技です。一体どのチームが優勝するのでしょうか。競技名は風船割りロボットです。今日の勝因は最後まで調整をしっかり行ったことです。タイヤをどう取り付けるかを工夫してやるのに苦労しました。将来の夢はものづくりに関わる仕事をすることです。来年の1年生には自分たちができるベストを尽くしてオリジナリティのあるロボットを作ってほしいと思います。工学部はどの学科も大変だと思いますが頑張ってください。